はさらに上流に登って、上流側から振り返ってみると、2つの岩が長よく寄り添って見えるということで、明治系の明王岩って言われてる。テレビのコマーシャルとか、東日本 JR、駅などのポスター、パンフレット、こんなところによく使われております。代表的な景色の一つとなっている。でこの明王岩は過ぎますと、やっと見えてきました船着き場。お疲れ様です。もうちょっとだ頑張れ。もうちょっとだ頑張れ。なんとなく疲れが湧いてきたような、そんな気がする今日この頃。綺麗だね。あと皆さんはあの船着き場で一回降りていただきますよ。300メートル奥まで歩いて決めてくるね。ここを歩いていきますと、ここ芸備系の名前の由来となった大芸備が、シスが放つのあるから、それを見てくる。歩いて見てくる時間は20分。奥に行けば案内の人、案内の人30分ぐらい。いやいやいや、やばいな。しょうがないから俺が行って案内します。なんか外国みたいな。はい、本当に尺が随分進んでるな。その前に残り最後の案内となります。皆さんちょっとここから後ろの方を振り返ってみてください。まず最初に見えるのがとっても疲れた船頭の顔。どうでもいい。もっとこっち、これが女子岩、高いの男岩。だんだん二つの岩寄り添って見えるということで、芸備系の明王岩っていう、ね。ただこの明王岩も、爆笑してる。この明王岩、足がありません。動くことできないので。見事と言っても未だに、肉体関係はございません。かわいそうということで、今日は以上をもって、登り手の実況生放送、札幌終了となります。